はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日沖縄に来ております。イエーイ。マックスさんの家族と2代目エゾの岡谷さんの家族と俵飯さんの俵さんと4組で毎回旅行に行ってるんですが、今回もまあ定例の旅行ということで沖縄に4組で来ております。でちょっとね、みんな入りがバラバラで、僕たち新井家は本日というかもう先ほどつい1時間前に着いたんですけれども、うちの奥さんも含めみんなはね、この後美ら海水族館に旅行に行くんですが、僕だけお仕事の撮影でございますで今日向かっているのは沖縄の読谷の方にございますラーメン屋さんなんですけれども、東京の方でお世話になった店主さんでして、その方が念願のね独立をして自分の店舗を持たれたということで、本日はねそちらのお店でラーメンを食べていこうと思います。久々のね沖縄で風景を見るだけでめちゃめちゃテンションが上がってるんですけれども、写真を見る限り本日向かうラーメン屋さんのラーメンもものすごく美味しそうなんで、沖縄を最大限に楽しんでいこうと思います。今日ね沖縄の天気めちゃくちゃいいんですよ。なのでせっかくこれドライブしながら風景を映しつつね、皆さんにもこの沖縄を楽しんでいただけるような動画にしたいと思います。よし、そしたらドライブ行きましょう。でもね今梅雨の時期なんでめちゃめちゃ雨多いんですよ沖縄やっぱり。でこの旅行中もねほとんど雨なんだけど、初日の今日はねこれピーカンデリ、もうカンカンに晴れてるんで、ドライブ映像なんかもめちゃめちゃ景色いいんじゃないでしょうか。やべえ、テンション上がってきた。ということでただいまねお店着きました。本日の目的地はこちらでございます。マルツストアさんでございます。実はね約束の時間の30分前に着いてたんですけれども、それでもねずっと外待ちをされてるぐらい人気店みたいでして、やっとね、お客さんも外待ち解消されましたんで、早速ね中の方に入ってラーメン食べていこうと思います。ということで、例えばね、店内の方に入りまして、注文の方は完了しております。で、こちらのね、マルツストアさん、レギュラーメニューが4種類ありまして、醤油に塩、で、醤油漬けに塩漬けと、こちらの4種類の構成となっておりまして、それ以外にもね、まあ、限定なんかも販売してはいるんですけれども、本日は、まあ、レギュラーメニューであるこちらの4種類をいただいていこうと思います。ということで、例えばね、一杯目到着いたしました。こちら一杯目にいただくのが塩でございます。そしたらね、早速出来たてをいただきます。あー、うまっ。うん、このね、旨味のこの重厚感がめちゃめちゃすごいわ。うん、まっ。続いてこちらのね全粒粉の麺いただいていきましょう。うん、うん、まっ。うわ、めちゃめちゃ合うなこれ。これ麺にねスープの出汁感しっかり染み込んでめちゃめちゃうまいですね。うん、うん、うまい。なんかこの全粒粉の平打ちのストレート麺がすごくねすり心地よくてどんどんいっちゃうね。うん、うまっ。この辺りでチャーシューいってみましょうか。まずこちらは豚ですかね。続いてこれ鶏と、デフォルトでこの2種類入ってるんですけど、鶏の方はこんな感じでございます。うん、うまっ。あ、うん、まっ。やっぱり動物系の旨味がかなり厚みあるんですけど、青さなのかな、まあ、このトッピングも含めてその磯の香りがすごくしっかりして、海っぽい主張は結構強くて、これがねまたうまいっすね。うん、
ということで1杯目ですね、こちら完食させていただきました。本当にね、具材の旨味だけではなくて塩の旨味、これもしっかり感じられる最高の1杯でございました。お疲れ様です。ということで2杯目にいただきますのがこちら醤油漬けでございます。もうね、この漬け汁が着丼した時からいい香りしてますんで、早速ねこちらもいただきます。こちらのつけ麺の麺は先ほどのラーメンと違ってこんな感じで平打ちの縮れ麺となっております。ひとまず麺だけで風しちゃった。うん、麺美味しいですね。しっかり締めてても全然小麦の香り感じますね。美味しい、これ。あ、大盛りにすればよかった。これ早速ね、漬け汁の方につけさせていただきます。あ、おいしい。醤油の香りは強いわけではなくて、こうおとなしめではあるんですけど、ベースのスープのこの豚感というか油感、それがねしっかりと染み出てきてて、でこのね麺がしっかりと持ち上げてくれるんですよ、この縮れんところにね。これがねめちゃめちゃうまいわ。豚感がすごくしっかりあるので重厚感ももちろんあるんだけど、どこかねさっぱりとした風味もあってすごくね食べやすいんですよね。うん、うまっ。またねこのチャーシューがうまいんだわ。でもねこのチャーシューは結構不思議な食感で、いわゆるチャーシューみたいな食感というよりかはそれこそラフテーに近いような、脂身の部分がねすごく特徴的な食感をしてるんですよ。これは食べないと伝わんないと思うんだけど、これ一口目食べた時はね絶対驚くと思うな。じゃあちょっとこれ麺に海苔絡ませていただいて、ちょっとこんな感じで海苔と合わせていってみましょう。やっべ、うまっ。海苔の相性めちゃめちゃいいわ。海苔のトッピングあるんで、ぜひねこれ追加で買っていただきたいですね。めっちゃ合う。そしたらちょっとねこれレモン絞っちゃいましょうか。今回は漬け汁にこれ絞らせていただきましょう。うまー。レモン絞ると一気にこの感じ方が変わりますわ。もう気づいたらあっという間に麺ラストですわ。ちょっとねこれはマジで忖度抜きでペロッと食べちゃうから大盛り推奨です。ということで、ただいまね2杯目の醤油漬け完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということでですね、ただいま3杯目のラーメン到着いたしました。3杯目にいただきますのは醤油でございます。で、そこにね自家製シューマイっていうメニューがありまして、今回はこちらも一緒に注文させていただきました。それではね、早速いただきます。ラーメンの醤油についてはつけよりも油感がすごく抑えられていて、重厚感はね変わらないんだけど、さっぱりさがより増してるような感じだね。そしたらちょっとこれ麺いっちゃいましょうか。めっちゃうまいわこれ。塩のね海鮮系の旨味とは違って、醤油はもう完全に動物系の旨味が強いので、このね動物系、まあ豚とか特有の甘みが全粒粉の麺にめちゃめちゃ合います。そしたらこちらのシューマイいっちゃいましょうか。シューマイはこんな感じで一皿でね250円なんですけど、これめちゃめちゃでかくてお得なのよね。トロだわ。うわ、このセットうまっ。
感じでたっぷりとからしつけさせていただきました。で、このスープもね、上の油が食べ進んでて減っていくと、だんだんとね、このお蕎麦のような出汁感が増してきて、最後までね、飲めるスープですね。ということで、こちらね、3杯目も完食させていただきました。ごちそうさまです。ということで、最後ね、4杯目いただきますのが、こちらでございます。塩漬けでございますね。めちゃめちゃうまそう。早速こちらも、いただきます。この麺がうまかったからもう一回ちょっと麺だけで小麦の甘みもいいし弾力がいいんだよね。そしたらこちらも漬け汁につけていただきたいと思います。塩もうめえわ。やっぱりね、つけ麺の方は昆布の量がラーメン系よりもちょっと多いのか、ラード感が強まって、そのラーメンでね感じていた海鮮系っていうのかな、そういった風味はかなり和らいでますね。本当にね、醤油も塩もラーメンとつけて全然ね、味わい、風味が変わってくるので、ぜひね、ちょっとお店通ってもらって両方ね、食べ比べてみて好みのね、商品をぜひ見つけてほしいですね。おいしい。そしたら、レモンと海苔で、そしたらこちらのチャーシューが最後の一つございます。うまかった。ごちそうさまでした。ということで本日はですね、マルツストアさんでレギュラーメニューでありますラーメンとつけ麺合計4種類いただいてまいりました。ラーメンとつけで全くね顔色が変わってくるので、こうやってね4種類食べ比べてみると食べてて楽しいという発見があって、もう本当にいい撮影でございました。でこちらのお店は空港の方から来るとすると車でだいたい50分ぐらいかかるんですけれども、ちょっといわゆる中心地よりは離れてはいるんですが、旅行の方も、まあ、地元の方ももちろんなんですけれども、ぜひね食べに来てほしいなと思う最高のお店でございました。またね、今日紹介したもの以外にも限定なんかの販売もしておりまして、そういった情報につきましてはマルツストアさんの公式ツイッターの方で情報を常に発信しておりますので、気になる方はそちらの方もチェックしてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですねサブチャンネルでも最近始めておりますので、ぜひそちらの方も登録してみてください。ということで次の動画でお会いしましょう。じゃあね。